はい、さて、こんばんは、クサイモンです。今ですね、ここのウィーコーシータ、360という新しいキャメラをちょっと探してみてるんですけど、360度ってことで、もう本当はボールのような丸で、もう上、下、まあ、後ろ全部撮れるってことで、ちょっとこれすごいなと思ってて、ちょっと歩きながら、試してみようと思ってて、確かにここは暗いから多分映りが悪いかと思うんだけどそして先ほど英語で喋って歩いてたんだけど、そうするとそんなに気にしないんだけど、そういう外人がいっぱいいるけど、日本語で喋ると確かにちょっと自分でも違和感感じるところもある。でもやっぱね、ここ面白いのはこれからの Google Maps でもGoogle Street View でも写真でも作れるし、で動画で YouTube の新しい YouTube 360という、まあ、バーチャルリアリティの動画でもね、ヘッドセット被って360度もなんかもう見ながら動画でも映れることが、まあそこは大変魅力的で、そしてなんか自分ではね、いろいろ面白い起きているところで歩きながら、もちろんこっちも見ることもできるし、でもなんか他にも例えばキャメラの奥側でも面白いことがあればそれもチェックできるとかっていうメリットのちょっと新しい面白いお持ちで、いきなりちょっとね使いたくて、ここら辺のビッグキャメラで買ったもので、ちょっとねバッテリー入ってるし使ってみたいと思ってた。外出をするにはちょっと写真ではちょっとするに確認してるんだけど、そんなにいいものではないけど、でもこのようにバーチャルリアリティの動画で撮れるのは今のところこれだけだから、それだけでも面白いし、これから花見の季節とかでもうちょうど当てるんじゃないかと、ちょっとセルフィースティック使いながら、これ多分いいの一番いいかなと考えてるんだけど、これからいろいろ面白い使い方を探して使ってみようと考えてるんで、いかがですか？結構楽しくて、もう新しいやつとしては面白いと思うし、まあこれからですね、いろいろ面白い使い方を探して使ってみたいと思うんで、どうですか？感想ちょっと下に書いてください。あとこれちょっと動画はですね、3分の制約があるんで、ちょっと30秒だけど、まあこういうところで確かにとりあえずちょっと最初のテストとしてウィーコーシータ360でした。 OK です。